はい、皆さんこんにちは、ちでございます。畠山さん、吉綱さんね、太鼓さんやっていきましょう。今日はね、12月24日クリスマスイブですね。もうあと数日で私の勝ちが確定しますね。謀反とうとう起きなかったとまあまああと6日起きるかもわかんないですけど、さあじゃあやっていきましょうね。もう座は問題なかったのかな。あ、そうだね、座は問題ない。認可めぶしい人いません。これ武田さん、あ、今川さんだ。どこ行くの今川さんもね。今川さんもあれなんじゃない、武田さんのお尻のやってくれたらいいですけど、多分減らすと三国同盟が成り立ってたらダメだね。でも三国同盟結局崩れるんですよね。まあまあ同盟ってね、いつまでも続く同盟って、徳川、織田徳川の同盟ってあったと思うんですけど、まああれはその前にね、もうノブリンの方が行っちゃったんでね。まあその後ね、豊臣に弓引いてますもんね、家康さんね。はい、ここはやっぱりいいのないね。そばが11貫だもんな。これ私が買ったからか。何もない。出ていきましょう。だこの後、松倉じゃなくて岐阜神かな。岐阜って神かって、あなた、お庭長秀さんだ。長秀さん欲しいんだけどね。まあ、織田家なんで、この人ね。民家。座ね。購入ね。あ、待ってね。売った方が、あ、売るもんないのか。あ、紙ちょっと高い。あ、何もない。お金をか、あ、4万貫まで来たか。4万貫まで来たんだったら、また今日寄りましょうか。で、座で、売却。あ、そっか。購入もうできないね。エゴマは8巻じゃダメな気がするし、まあ8巻、8巻じゃダメな気がしますね。クゲタク、おお、加賀の森じゃないか。あと加賀の神か。口添え、5000にしましょうか。はい、お上にお気に入りはしゅうと、大義であるとやや認められたと。どっちなんだろう1万でね、大いにっていうよりややなんですけど、さあ、じゃあせっかくここまで来たんで、姫路で、あら、また来た。あら、これ絶対ダメなやつだ。もう微妙じゃな。価値があるようにも見えしないの。まあまあ、買っときましょうか。もう400巻だったら安いって言えるようになりましたからね。はい、売却。あ、ないね。紙かな。あ、紙。あ、そうだ、ここも紙安いんだ。あとは、エゴマ安い。6巻。でもね、エゴマもね、あんまいい感じじゃないんですよね。で、倉敷行って、鉄買ってお土産にしましょうか。はい、売却ね。はい、紙22巻。エゴマ9巻で売れたね。だからさっきのエゴマ、京都で8巻で買ってると、えらい目に合うんですよね。はい、で、鉄買いましょう。ここはもう鉄です。ねえ。萩まで行って、萩焼き買ってきてもいいんだけどね。行っちゃおうか。ね、民家、めぼしい人いません。もう見るようになったね。黄色い人いるかどうかってね。さあ、これ、赤まぜき、関まぜき？お、浅野さん元服、あ、元服。武田家も、跡部さん元服、小笠原さん元服、織田長松さんが元服、北畑家、これなんて読むのかわかんない。はい。吉川さん元服。お、コンベイさん元服だ。赤松家だって。あ、佐竹さん、いなかったの今までまだ。あ、正幸さんが元服。家久さん元服。何これ、平賀さん、山崎さん、真田さん、ああ、はい、この人も元服したのね。小川さん元服、ガッサントラジオ。一気が起きました。あなた、あなたはモブだね。あ、じゃあ違うわ。怒られる。はい、なんでございましょうと。そういや、見たね、この人。ちょっと顔がね、特徴あるんでね、水軍の人かなと思っちゃうんですけど、あ、水軍であったんですね。
はい、座でね、売却。あ、鉄やっぱハマっちゃったな。あ、萩焼き売ってるわ。でも買えないでしょこれ全部。重いんだ。鉄処分してこようか。小倉の町で処分できるんじゃないかな。なんかもう待ち構えてる。あ、来た。もうこれあんまり良くないしね。だからじゃあいい家にしておきましょう。さようでございますかと。座で鉄座、ここでは売れると思います。32巻ね、バケタバケタと。でここで紫が手に入るでしょう。紫を買って、紫ね、紫を買って、あ、そうだ、あのコメントでね、あの何でしたっけ、なんだっけ、何かがこう聞こえちゃうっていうのでコメントをいただいたんですよね。なんだっけなんだっけ、あ、指名伝達指名伝達がシミュレーター2ってねえ、指名伝達、あ、シミュレーター2か、あー聞こえるね、やばいわこれというような感じで、最近ねユーロトラックシミュレーター全然やってないので、アップデートが走ってるのは知ってるんですよ。なんかね、うん、裏でガン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 走ってたのを見たことあるんで、なのでねっていう気はするんですけど、はい、まあどうなってるんでしょうね。いや、やりたいんですけどね、もう最近ね運転しながら話ができないのね。いや、日々衰えていってますよね。さあ、よいしょ。これ多分関でいいのかな。誰、飯田おさひでさん、あ、いい笑顔だな。大内家ということですね。はい、座で売却しちゃいましょう。はい、紫ね。ね、日本ってなんかその小粋というか粋な考えがあるんで、あの紫紺って読まなくて紫って読むんだよね、あれで、ね、なんかちょっと、まああれが粋なのかどうかわかんないですけどね。なんかちょっと、あ、でもまあそれは海外でもあるのかな、おしゃれとかその個性なのかな。まああのかっこいいっていうかね、そんな感じがあるんでしょうけど。はい、萩焼き38巻。ここね、萩焼きと銅があるんでね、どっちも重いね、どっちも100だからね。あと硯まであるんでね、ここは非常にいいとこなんですよ。なら、あの山陰通って帰りましょうか。温泉津の町、北条さんがね、ちょっともうちょっとバランス取ってほしいですね。武田をもうちょっと押してほしいです。はい、小千葉光義さん、道義さん、どこの人、あー森家か、上司吉川さんなんだね。はい、座で、いや、ちょっと上杉さんね、ちょっぴり頭きちゃってんだよね、私ね。スポンつかまされる。スポンつかまされるっていうわけじゃないのか。スポンかまされるでいいのかな。よくわかんないですけど、もうね、ちょっと許せない。後ろから鉄砲撃っちゃいたいんですけどね、まあ、同盟してるからね。でも、もう次ね、武田にガス、春日三条攻められたらほっといて、落とされた瞬間に落としに行きましょうか。まあちょっと武田に喧嘩売る形になっちゃうけどね。でも春日三条は結構いいとこなんでね、いいとこというか、リアルは知りませんよ、行きたいんですけど、ちょっとねやっておきたいとこではありますんで。春日三条って言いますけど、山の城なのかな、山城なのかな。いや、ほんとね、ちょっと前に安土城行ってきたんですけど、安土城跡もう全然山城じゃないので、あ、これはもう兵攻めてきたら城の手前まで行けるんだなって。堀があったような感じもしませんし、もうね攻められたらすぐ石垣の下まで来れちゃうねって。それに比べて四季三条本当に山城だったね。ただやっぱり山城はあれなんでしたっけ、本当に行為されて、兵糧攻めされちゃうんでしたっけ。ねえ、そうすると、
まあ湧き水があれば別でしょうけど、あとなんか井戸も抑えられたとかいうような話もね、井戸も抑えたみたいな話を聞いたんで、ねえ、ほんと山城だったらもうだって狩りしに行くっても限りがあるでしょ。ねえ、ですからまあどっちもメリットデメリットっていうのはあるんだなとは思いますけどね。ああ赤坂山城行っちゃった。ちょっとねそこで我慢しなさい。キリンが畠山さんかと。はい。私も名前が降りてきちゃったのかなと。あ、鉄12か。安い。私ね、まあこれはね、簡易はついてるので、何かありますか、売り物が。鉄、紙17巻高いな。そば7巻。なんかろうそく7巻っていうのはね、いいねと思っちゃうのね。そば7巻や、まあ、なんだなと思っちゃうんですよね。鉄21巻は高いけど。でも、化けるからいっか。31巻ぐらいで売れますもんね。さあ、鳥取の町行ってと。あ、そうだ、ここ鉄地獄になるんだった。中国地方は鉄地獄になるんですよね。鶴がもういっか。金沢まで飛んじゃいましょう。はい、あ、私の部下だね。吉政さんね。おお、大人と。はい、はい、32巻。で、500個。あ、300個。あ、そうかそうか、これ重いんだわ。買えるもんないでしょ。荒らしまくってっから。じゃあね。あ、そっか。何してんだろう。じゃあ小松城で内政しましょうか。そうだ、城増築しないといけないんだった。これもミニゲーム飛ばしてみましょうか、いっぺんね、今度機会があれば。はい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 と。ね、もう50秒とか残らないもんね。40秒とか。はいはい、証拠人脈。おお、建築の競技の極めました。極めた、星になった。お、星になっちゃった。星になっても3しか上がらないんですよね。はい、本拠の帰還と。おお、押し城にも行った。あらら、飯山城ね。いやいや、ちょっと待って、春日三条攻められてるのに飯山に行ったのね。意味が分かんないんだけど。もう落ちたら取りに行きましょうか。ああね、はい、三木家の三木なんちゃら感じら、あ、やっと姉小路さんに変わりました。友綱、頼綱か。三木義友の子、いや、よしよりか。え、頼朝さんって、友が朝だったよね。だからよりだね。よしよりの子、頼綱は父の画策により、飛騨国氏の旧家姉小路頼綱の名跡を継承することを宣言した。この申し出に、今日の朝廷や姉小路本家は当初こそ難色を示したが、しぶしぶこれを認めた。飛騨姉小路家の権威を得て、三木家の価格上昇を狙ったものであると。もうそれを落とそうと思ってるんですけどね。ねえ、はい、どこに行くかなと。もう皆さん帰ってきてるでしょ。伊達家の伊達春宗軍団は、芦名さんの日本松城からと。はい、おとめではございますのか、あなた誰？生きといて言うのもなんですけど、お茶しましょう。あなた誰だい？あ、知らない人だね、今の。あれ、斎藤さんとこ行ったと思ってるんだけどね、私ね。大谷ではございませんのか。いや、あなたね、もう何やってもダメだからね。武具私殴っちゃおう。はい。今度は剣でもあげようか。槍ね、菊池槍。ほほ、これはと。どうせ上がってないでしょ。殴っちゃえ、もうほんとね。この距離だったら届かないと思うんですけどね。じゃあ、止血入れときましょうか。帰ってこないね。クロスレンジ入れない、懐に潜らないとダメなんでね。
当たる、それ当たるのか。あ、長いね、やっぱ槍って。結構ダメージ食らっちゃった。お見事、師匠にはかないませんのなと。お、尊敬と感謝の瞬間と探求を送られてしまいました。もう探求ね、これね、探求を上げたりするとね、それ私が上げたものですって言われるんですよね。覚えてるんだってね。確かね、私やったことあります。秘技を教わる。あ、槍でございます、槍でございます。どこかで槍、ああなるほど、インカジャー与えましょう。はい、いいでしょう、うん、大友のためならと。いやー、ここ上がってよと思うんですけどね。インカジャー与えてあげました。さあ、殿お帰りなさいませと。あ、どうしよう、どうしようかな。いや、春日ね、春日じゃあ三条を落とすのかどうか、そんなに見つめられてもパッと、あ、時間よくなっちゃいましたね。じゃあ終わっておきましょう。どうもありがとうございました。